この世界がたくさんの分子によって作られているように、折り紙もまたたくさんの分子によって作られている。折り紙分子を組み合わせれば、思いのままに世界を作り出すことができるかもしれない。こんにちは、サクビーです。今回は折り紙分子についてお話しします。折り紙の創作で折り紙分子を直接使う機会は少ないかもしれませんが、展開図にはよく現れるので知っておくと構造の理解に役立つと思います。さて、折り紙分子を定義する前に折り紙原子について説明しましょう。折り紙原子とは、展開図上に現れる多角形のうち内部に折り線を持たないものを指します。ここで折り線とは、山折りと谷折りのことです。つまり、展開図を折りたたんだ後の平らな面です。例えば、赤線で囲った部分は折り紙原子ですが、青線で囲った部分は折り紙原子ではありません。青線で囲った部分の内部には折り線が含まれているからです。折り紙原子の辺は紙の縁または折り線からなります。基本的には一つ多角形になります。折り紙分子の定義の仕方はいろいろあるかもしれませんが、ここでは複数個の一つながりの折り紙原子の集まりとします。折り紙原子同士が離れていてはいけません。折り紙分子は平坦に畳んだ時の縁の位置関係によって、一致性、二致性、多致性などに分けられます。一致性とは、折り紙分子を平坦に畳んだ時、分子の外周が同一直線上に乗ることを指します。二致性とは、折り紙分子を平坦に畳んだ時、分子の外周が2つの直線上に乗ることを指します。3つ以上の場合は多致性と呼びます。一致分子として有名なものに、直角二等辺三角形分子、長方形分子、切り出しナイフ型分子、ブーツ型分子、タコ型分子などもあります。二致分子として有名なものに、 Y 字分子があります。さて、なぜこのようなことを考えるかというと、一致分子同士を辺でつないでできる分子もやっぱり一致性を持つからです。例えば、2つの直角二等辺三角形分子をくっつけた分子もやはり一致性を持っていますし、鶴の基本形も4つの直角二等辺三角形分子からできています。このことから、分子をペタペタと並べていくことによって折り紙の創作ができそうだということがわかります。実際に適当に折り紙一致分子を並べて展開図を作ってみました。これを折りたたむと、確かに縁が一直線上にありますし、ここから折り進めて何かができるかもしれません。これまでは 22.5 度形の折り紙分子について見てきましたが、実はどんな角度の三角形もつまみ折りをすることで一致性を持つように折りたためるという事実があります。三角形の各頂点の角の二等分線は一点で交わります。この点は内接円の中心と一致することから内心と呼ばれます。内心と各頂点を結び、内心から一つの辺に垂線を下ろすと、これらの線で一致性を持つように畳むことができます。また、四角形や五角形についてもいくつかの三角形に分割することができるので、やはり一致性を持つように折りたたむことができます。よって、任意の多角形は一致性を持つように折りたたむことができます。これらのことから、折り紙をいくつかの三角形に分割することで一致性を持つ基本形を作り出すことができます。試しに展開図を作ってみました。これを折りたたむとこのようになりました。ここから何かの作品に折り上げることができるかもしれません。
蛇腹系の創作に関連のある話をしましょう。各辺の長さが自然数である直角三角形のことをピタゴラスの三角形と言います。例えば3辺の長さが3、4、5や5、12、13である三角形はピタゴラスの三角形です。図のようにピタゴラスの三角形の各頂点が格子点状に載っていて、2辺がそれぞれ X 軸、Y 軸と平行な時、内心は格子点状に載ることが知られていて、三角形の面積を考えることで示すことができます。これはピタゴラスの三角形をつまみ折りによって一致分子とした時、角の長さが全て整数になることを意味しています。角の長さのコントロールが重要になる蛇腹系作品の創作では便利な性質です。ちなみに折り紙作品の展開図でこの性質を利用した部分のことを紙やパターンと呼んだりします。この性質の証明については別の動画でやることにします。今回は折り紙分子についてお話ししました。折り紙分子による設計は紙効率が悪くなりがちで、あまり実用性はないかもしれませんが、展開図折りをするときなどは役に立ちます。さあそろそろ眠たくなってきました。また次回お会いしましょう。それではおやすみなさい。